黒子です。こんなことってもうよく見れば見るほどもうあっギャンコギャン改造しなってもう黒子もうお手上げてんなこって特にここなんだこれねSWK さんのエアスクープっていうやつなんなのそれなのそれは何なのか知りたか、うんうん、こっからねフレッシュエアをね吸ってねまた何なんそのフレッシュエアってまあフレッシュなエアなのよフレッシュうんこれをねエンジンルームの方に送るってことは、うん、これがゲーンてこっからそうなんだけどちょっとねこれ今度レビューするからこいつはお預けっていうことはこれねこれ買ってよかった部品の一つただねちょっと取り付けが難しいじゃなくて面倒くさいバンパー外さんといかんからそのままつけようと思えばつけられるんだけどギコガチャカポうんそうね簡単にいかないのよこれがじゃあダクトまあいいやダクトの原理教えてもらおうかなならちょっとねボンネット開けてくるけんがよろしくダクトバカウケそれ俺だけかウケねえ至らんことばっかしゃべりよったうんでまあそうね原理としてはこっからほらまあフレッシュなエアがこう入るわけじゃんこう本当にフレッシュだよ本当かなうんで結局ここエアクリーナー、うん、この辺を冷やしたいかなっていうでもまあおかしく思ったろ今原理的になんか届くのかな届かないのかなとか思ったよね今うん全然思ったよまあ純正の場合はほらここにボックスがつくじゃん変えてない人は大体ついてるからねそこからパイプが来てるんよパイプとここがねつながる感じにみんなしてると思うんだけどそしたらもう 100%110 パパッといくと、うん、要はねこれつけたの失敗じゃないんだけどまあうんよかったたわけでもないどっちやねんでもまあ結果的には、まあ、エンジン全体も冷やせるしそうそうエンジン全体がねこれ前回動画で撮影してるんだけども 67.5 度がね 63.8 ぐらいまで下がったけんがまあ3度弱4度ぐらいはね、うん、このエアスクープでちょっと映してこれでね冷やすことはできるでもここだけが67度だったっけこの辺が67度だったんよ、うん、これだけで34度は冷える34度うんでかいよ結構34度は、うん、でもこういうあれ映ってるかなこういうところもまあここにこの辺にまあ開けてる人もいるけどそこまではちょっとやらないなるほど分かったかなうんなんか分かったような分かってないようなまあいいかで次に良かったところどこなん次に良かったところはね意外とねこれまさしく、うん、こっちもなんだけどケインフックが割と子供受けする通りがかりの子供とかが「パパこれ何?」みたいな感じでこう指さしていくで結構目立つわけよ指さしだけじゃなくて騒ぎはしないけど触っちゃった、うんね、結構これでね目立ち度が上がるっていうので結構おすすめな感じってことは後ろも後ろないよね。これあら、こんなこって前にはフックあるがって後ろなかったい。なんでな。まあなんだろうね。確かにね、矢印はあるんだけど、うん、フックがついてないのは、うん、まあ財力はあるんだけどね。財力？お金はあんだよね。なんか地面なんか嫌味だなあ。もうただちょっとね、つけるには奥行きがね、奥行きここなんだけど、上からなんだけど、あ、ちょっとなんか出っ張ってるところ、うん、そこまでが遠すぎてちょっとね、剣服つけられない。服って前みたいになんかねじ込んで、いや、あれじゃなくてね、ロープもあれば、まあ縦にこういうふうに。こういうふうにつくやつがあるんよ。こギャンとかあギャンとか言われたって、わからんってんなこと。ギャンとかあってたよ。ギャンと出た。ただつけられんって、このディフューザーのせいでね。ディフューザーまたわからんって。ディフューザーって言うと。ディフューザーはほら、空力は、まあ風の抵抗ば、何様逃がしてくるっつだよ、なんか。出た、省略。何様よかやつだよ。何様当たるってことな。何様ここに、こう。つくフックが入らんて、うん、財力はあったばってんが嫌味で言うか、うん、確かになんか角度もついて、まあ当たるな、うん、当たる。じゃあここ打ち切ればよこじゃん。当然良かった部品もあれば悪かった部品もあるんで、ね、今回は良かった部品しか紹介してないですけど、まあ部品しかと受け止めたで、まあ悪い部品も紹介します、次回ちゅうことで、今日の良かところはこって締め当て。